西日本を中心とした記録的な豪雨で、これまでに168人が死亡し、80人の方が安否不明となっています。西日本豪雨による死者は、ANN のまとめで、広島で67人、岡山56人、愛媛で26人など、12の府と県で合わせて168人、安否不明者は80人に上っています。被災地では30度を超える暑さで捜索や被災者を取り巻く状況は厳しさを増しています。また、広島県福山市神鍋町でため池が決壊し住民に出されていた避難指示は安全性が確認されたため解除されました。